現役プロサッカー選手兼 NPO 法人パスオンの代表理事も務めております中町康介選手が弊社のショールームへお越しいただきました。ちょっと学校作りましょうか。本当にバッチリそうです ね、 そうだ。こういうのとかも向こうだと本当わけわかんない、もうぐにゃぐにゃなっていうか曲がってる、その板みたいなんで、まあ部屋の椅子とかでやってたりもするし、ちょっと すごいですねこれ。非常に特殊な。難しいんですかこのなんか。そうですね、この製品自体は非常にちょっと難しいので、はい、ぜひちょっと塗っていただこうかと思って用意をさせて。刷新したよ。これが平らにしろってことですね、言いたいのは。そうじゃないですか。いや、ぜひ平らにしていっていただければ。結構難しいかなとは思います。ここは職人みたいな。これ、こっちは、そうです。教える方も素人、我々は学べませんので。教えられませんですけど。素人なんですか。まだまだだと職人じゃないから。それをガリッとこう、下地に。あれだわ。違うの？あの全然細かい。滑らかでしょ。あ、全然違う。あ、全然違うわ。あ、全然違うわ。もう全部やってくれてよろしくないですか。ちょっと触りだけ少しやっていただいて、本番は。なんか俺これ向こうでやってきたんで、結構今本気の本気の感覚でちょっと今でしたでしたでした。壁も持ってきたんですか、そういうの。え、向こうで壁も。壁もあの多少やりましたけど、まあちょっと物が悪くなるとあれなんでと思って、あの大半見ましたけど、こういう、これが壁用ってことですか。まあ壁も床もありますけど、細かい。そうです。一番最後のとこでこんだけ、こういうぐらいの細かい。最後、うちで言うとこれは最後から2番目ぐらいでしょうか。最後から2番目。もし綺麗にするんだったら、この上にもっと細かいのかけますんで、固まってから。だからそういう意味でその骨材の大きさによってあの何種類かね。いやこれはね、いい製品です。向こうでの感触ではなかったですね。面白い。目覚めちゃったかもしれない。マジで。これそう。しかも素材がまたいいから。ああ全然違うわこれ。こういう手が当たったこういうパターンが最後にこう模様になってこう出てくるっていうのが、そういう面白みが、はい、あります。ございます。職人さんがこう手をこういうふうにも面白いしながら、もう作る人でその唯一のね、はい、あの同じものはできないでしょうから、うん、これをやるってなったらやっぱ職人さんの話なんですか。この製品に限って言えば、ある程度このライセンスをちゃんとお客さんに取っていただいて、その専門の人にやってもらう。あ、すごい。あ、先生、これぐらいが一番いい。すごい求めるじゃん。この音ね。いや、ちょっとなんか感触いい。あの素材のっていうか、サッカー選手改め向こうで工事現場に立ち建物を建ててきた経験を踏まえて、あのものすごくクオリティの高さにあのびっくりしたんですけど、はい、アフリカではもういろんなものを混ざってるわ。ちょっともう本当に何ていうんですかね、測りも適当だったんで、ものすごいこう、まあ僕自身そんなにそういう経験が今まであったわけではないんですけど、まあ、それでもそのアフリカで建物を作ったっていう経験と今これをやってみたあの手の感触がもうまるで違いましたね。
アフリカにも行かせると思いますし、あの日本家政さん YouTube 始められたということで、サッカー選手中町康介のまた違った一面の、やっぱりこの塗ったりとかいろんなそういった部分の、これから登場の仕方をしていきたいなと思います。ぜひまた機会があれば、はい、よろしくお願いします。中町康介選手はアフリカ地域で現役プロサッカー選手として活躍されており、 NPO 法人パスオン代表理事も務めています。アフリカで活躍される中町康介選手から報告の動画をいただきました。ザンビアで出産を控えた妊婦や赤ちゃんを育てる母親たちが安心して出産や子育てができる施設、マザーシェルターの完成動画です。